あれがアルタイルでしょ、あっちがデネブ、それからあそこにあるのがことざのベガだろ。だってしょうがないじゃん、お前の父さん仕事ばっかだし一人じゃ退屈だろ。だからそうは言ってないだろ。ああお前ずっとこうして一緒にいられたらいいね、この先もいつまでも。待ってよアサヒ、そういうんじゃダメよイリーナ、こういう時は。朝っぱらから何やってんだよ。早くしないと先に行っちゃうんだから。いいか、今から向かうのは我が伊集院家のプライベートビーチだ。本来我々伊集院家のものだけが使える。プライベートでは久しぶりかも。海はお水がしょっぱいって本当ですか。いや嘘だから、ほらほら二人とも痛い気な少女をからかわないの。そうやってはしゃいでいられるのも今のうちだからな。なかなかいいところじゃない、早く入りましょう。あいや考えたら俺あいつのことよく知らないなって。それじゃ早速。うわー海だー、海ね。ほらあいつらなんて。ちょっとどこ行ったのよ。どうした。朝日さんはいつも私の背中を押してくれるな。その先生ってのが年の差を感じさせるのよね。でも先生は先生だし。しょうがないな、今はまだそれでいいか。ちょっとそこ二人でイチャつかない。そう